地味キャラ劇場飛んでけ、くんでへんたん。くんでへんたんとは、巨人の侵攻を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである。カン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 。あ、ミカさん、おはよう。うわ、今日はいきなり立体機動の訓練か。アルミ、エレンを知らない？ああ、エレンならまだ寝てるんじゃないかな。エレンを起こさなかったの？起こそうとはしたよ。でもエレン、何度揺すっても起きないんだもの。エレンはそれじゃ起きない。もっとこう、頭から水とか。もうミカサが起こしに来ればいいんじゃない？おいアルミ、この教室は女子が着替えに使うんだ。いつまでも喋ってないでさっさと出てってくれよな。あ、うん。遅刻だ遅刻！あ、待ちなよエレン、そこは。ガラッ、すいません、遅れます。うわうわ。おい、エレンのやつわざとじゃねえのか？きっと間違えて入っちゃったんだよ。なんだよ、かばうのか？エレン、そんなに見たかったのなら言ってくれればいいのに。おいエレン。俺は別に覗こうとかそんなつもりじゃ。僕が止めたのに聞かないんだもん。で、どうだった？どって何がだよ。見たんだろ、あの中を。みんな聞きたがっているよ。そんな、見てる余裕なんてねえよ。エレン、自分だけの思い出にしようなんてずるいよ。そんなこと言ったってな。ゴロ。おいエレン、お前最低だな。クリスタ泣いてたぞ。泣いてなんか。こういうのは利用できるうちにしとくんだよ。うん、悪気はなかったんだ。ごめんで済んだら憲兵団はいらねえんだよ。私ら覗かれたショックで当分掃除とかできそうにねえよ。分かってるよなエレン。エレンは悪くない。あれは私の着替えが見たかっただけ。いや、別にそんなつもりも。か、出たー！うわー！なんでこんなところに巨人が。次から次へと一体何だってんだ。俺が何か悪いことでもしたってのか。このヘキ内の厳しい食料事情、それは訓練兵団といえど例外ではなかった。そんな中配給されるプリンは団員たちの辛く厳しい特訓の日々に潤いをもたらすのだが、よりによってこんな日に風邪で休みだなんて、エレンもついてないね。エレン、お、プリンが一つ余ってるぞ。いるかクリスタ。え、そんな勝手に。なんだよ、早い者勝ちだろ。ダメだよ、他にも欲しい人たちがいるんだよ。ならじゃんけんで決めるか。それなら文句ねえだろ。そっか、エレンがいないからプリンが余ってるんだね。あれはエレンのプリン、誰にも渡さない。それなら必勝法を教えてあげるよ。必勝法？わかった、アルミの指示に従う。いいかい、まずゴニョゴニョ。待っててエレン、アルミに教えてもらった必勝法で必ずプリンを勝ち取ってみせる。バ、私は強い、あなたたちよりすごく強いので、私はグーを出す。これでみんなグーに勝つためパーを出すはず。私がチョキを出せば勝てる。ジャン、ケン、
やった、やり、残念だったな。そこのバカ二人と違って私にその手は通じないよ。じゃんけんポンポン。悪いな、プリンはいただくよ。ほらよクリスタ、今のは完全に後出しじゃないか。よし、私の特技は肉を削ぐこと。おいおい、勝負に負けておいて力ずくで奪うってのか。二人とも喧嘩はやめて。私のためにプリンありがとう。でもその気持ちだけでお腹いっぱいだよ。クリスト。はい、ミカさん、プリンエレンに持っていくんでしょ。エレン、お大事にね。ありがとう、クリスト。なんだ、ここは巨人の胃の中か。あ、プリン、プリンがない。巨人もプリンが食べたかったのかしら。こんな時に何言ってる。訓練兵とはいえども遊びたい盛りの少年少女たち、時には羽を伸ばし休息を取ることも必要である。でね、今日は久しぶりにお休みだから町まで買い出しに行こうかと思って。へえ、実は私もそっちの方に用事があったんだ。仕方がねえから付き合ってやるよ、ポリポリ。うん、あ、じゃあせっかくだからみんなも誘ってみる。はあ、何言い出すんだよ。だってみんなで行った方が楽しいじゃない。私は楽しくない。もうまたそんなこと言って。だから友達が私だけなのよ。私はクリスタさえいればいいんだよ。もう、でもちょっと大きな荷物になりそうだから人が多い方が助かると思うの。あ、ちゃんとか誘ってみたらどうかな。ジモティだし隠れたお店とか詳しそう。やんなんてダメだ。え、どうして。あいつミカサのこと意識してんだろ。そういえばいつも見てるね。ジャンが私たちと一緒に出かけてるところをミカサに見られでもしたらあいつも困るじゃん。それもそっか、そこまで気が回るなんて優しいね。それほどでもねえよ。じゃあライナーはどうかな。ライナーはもっとダメだ。え、どうして。力もあるし頼りになりそうじゃない。あいつのクリスタを見る目つきちょっといやらしいんだよ。そうかな、どちらかというとベルトルトと仲がいいように見えるけど。だったらあいつらの邪魔しちゃいけないだろ。それもそうだね。ならサシャなんてどう。サシャなんてありえねえよ。え、どうして。女の子だし服のお話とかできると思うの。サシャに服の話なんてできると思うか。あいつなんかと言ったら食べ物や回るだけになっちまうぜ。そうだよね。センスだったらよく考えたら兄の方がありそうだし。そうか。じゃあアルミ。あいつ力ないから荷物持ちにもならねえし、暴漢に襲われた時とか助けてくれなさそうだろ。だよね。あ、じゃあそれこそエレンなんてどうかな。バカ、エレンなんてやめとけ。え、どうして。エレンに声なんてかけたらミカサが黙っちゃいないぜ。そうだよね、急がれたら嫌だもんね。だろ。それにあいつらといると巨人に襲われそうだからな。だね。じゃあしょうがないや、他の人誘うのをやめて二人で出かけようか。そうだな、しょうがないけどな。荷物は私が持ってやるよ。うん、お願いね。ガチャ。あ、
なとこにいるんだよ。なんでって、町に出かけようとしてたんだよ。そうなんだ。じゃあみんなで一緒に行けばよかったね。よくない。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。おい、おい、チミキャラ劇場飛んでけ訓練兵団、エレン、カジ、ユウキ、ミカサ、石川結衣、アルミ、井上マリナ、クリスタ、三上しおり、そばかす、藤田咲。原作、伊佐山はじめ。キャラクターデザイン、ユーポン、カッコ、ニトロプラス、カッコ、トジ。音楽、沢野ひろゆき。